ビナボークは神奈川県海老名市に所在する小田 QSC ディベロップメント運営の複合商業施設2002年4月19日に開業した当施設が立地する海老名駅東口地区は海老名市により1987年12月に商業業務文化レクリエーション機能の集積を目標に地区計画が策定されたその当時の海老名駅周辺は へそのない町と言われる状況にあり、駅前地区の活性化を図る必要があった。1994年に事業計画が策定されたが、その当時は住民説明会を開催しても住民の関心を得ることができず、事業予定地域となる地権者との交渉も長期間に及んだ。事業主体となったのは小田急電鉄であり、小田急としては、 老若男女を問わず日々の生活シーンに彩りを与えるような施設にすることを目指した。2020年に小田急電鉄から小田急 SC ディベロップメントに運営を譲渡した。当施設開業前における年間入場者予測は東京ディズニーランドの当時の年間入場者数と同等の1700万人と設定した。これに関しては 小田急車社内においても批判があったが、開業後1ヶ月で200万人以上が入場し、海老名駅の乗降人員も開業前年の同時期に、比較して小田急は30%、相模鉄道は20%、東日本旅客鉄道は50%増加した。1985年6月に開園した、海老名中央公園を取り囲むように1番館から6番館までの6棟の、 店舗胸を廃する。このうち、一番館と二番館は1989年11月に、ビナ一番館、ビナ二番館として完成している。ビナ一番館は2002年1月に、改装のため一旦閉店し、約3ヶ月後の同年4月19日には、開発が行われていたその他のエリアとともに、複合商業施設、ビナウォークとして開業した。またこれと同時に、 エビナ中央公園も再整備されている。施設名称、ビナウォークのビナは自然財産を意味するビバネーチャーの略語であり、ロゴマークの英字表記ランブリングテラスのランブリングと組み合わせて歩いて楽しめる界隈を意図している。また、ランブリングテラスはエビナ駅と2番間以外の各店舗棟の2階部分を連絡する面積8000平方メートルの公開街路の名称でもある。 単に駅と施設を連絡するだけではなく、海老名中央公園や施設外の市街地もつなぐ、回遊性の高い街路となっている。ランブリングテラスのうち、5番館部分には単なる雨よけにとどまらず、開放的な感覚を乱す目的で翼をモチーフとした大屋根が配されている。各店舗は3番館の丸いファミリー海老名と、6番館のシネマコンプレックス東方シネマズ海老名である。 1>, 1から6番館及びビナプラス、ビナフロントの事業主体はいずれも小田急電鉄となっている。出展している専門店テナントの一覧、詳細情報は公式サイト、ショップ情報を、営業時間は公式サイト、総合案内を参照のこと。投資説のイメージキャラクターはエビをモチーフとしたビナセブンである。エビワンからエビセブンまでの7匹で構成され、 リーダーのエビセブン以外は一番館六番館に対応している。なお以前のイメージキャラクターは猫のビニーであった。ありがとうございます。